本日は11月30日一応俺の誕生日でございます。そして本日はね秋葉原で仕事があってそれを帰ってきて、そして今9時、鳩時計めっちゃ良くない？マジで気に入ってる、可愛すぎる。こいつが鳴る1時間に1回のその瞬間が楽しみだもん。でね、ちょっとこの辺に草生やしたりね、トリケラトプスここに乗せたり、こいつに合わせてちょっとだけ机周りを改造いたしました。フォールガイズが倒れちゃってるじゃないか。ちょっとこっちにもまた草が生えてたりもする。でちょっとお腹が空いちゃってご飯どうしようかなと思ったんだけど、今日誕生日だし今パッと思い浮かんだ食べたいもの食べに行っちゃおうと思いました。今日給料日だしね、月末だから。そんなわけで私が頭に思い浮かんでしまったのはフレッシュネスバーグル、要はハンバーガーだ。行っちゃおう。さっき一生着、明日から12月。そんな12月はちょっといろんなイベントがあるんでね、病気にかかってらんないっていうわけで、インフルエンザ対策でマスクをがっつりつけてます。さあこちらです、フレッシュネスバーグル。寒すぎない？もう嫌すぎてすぐ帰ってきました。本当に冬嫌い。明日も仕事なんで編集して寝ます。おやすみ。